皆さんはこちらのツイートをご存知だろうか。この番組でこんなん言い出したらどこなんないねん。で新宿疎開の元帥 Z リー、めっちゃでかい。彼が投稿したこちらのツイートによると、現在歌舞伎町にはチワワから大型猫サイズの巨大ネズミが生息しているらしい。ネズミ。さらに9月に開催された巨大ネズミ捜索部隊では、猫以上のサイズの写真を撮れたら3万円、動画なら5万円のボーナスを申請と書かれていた。すごい。時期は過ぎてしまっているが、巨大ネズミの撮影に成功したら Z リー氏からボーナスがもらえるかも。ここはテレビマンの意地を見せるしかない。金もらいに行ってんの。ということで早速我々スタッフは新宿歌舞伎町へ。意地じゃないやん。まずはこの町のネズミの実態について聞き込む。おるでしょう、そら。ネズミばっかり。歌舞伎町イコールネズミ。猫よりネズミの方が多いです。ネズミそこら辺にいます、いっぱい歌舞伎町は。あ、本当ですか。たくさんいますね。ネズミはもうそこら辺にたくさんいます。なんだこれは。どうやら歌舞伎町の至る所にネズミがいるらしい。めちゃくちゃいるんです。めっちゃいます。大きさについて聞いてみると、ほんと子猫、子猫、子猫サイズのネズミ。気持ち悪い。でもこれ私人生で4回5回は見たことあります。これは5万円ゲットのチャンス。さらにやっぱりいい気はしないから、少なくなってほしいなってなるかな。そうだね、減っては欲しいよね。減っては欲しい。そうチーズってまあ感じなんですけど、でもちょっとうーんって感じもしますね。マヤさんにも見えるけど。みんな歌舞伎町のネズミには困っている様子。真ん中に高級渡ってるな。ならばここ歌舞伎町でネズミの駆除をしたならば番組の好感度が上がるはず。ということで、バズーカ害獣ハンターが出動。威勢よく動き出したものの、ネズミ駆除に関して素人の我々は今回新宿の街を知り尽くしているというこの方に協力を仰いだ。吉野忠太郎です。よろしくお願いします。虎太郎さん、すいません、今日はよろしくお願いします。お願いします。虎太郎さんは新宿疎開のメンバーで、9月に行われた巨大ネズミ捜索隊の隊長を務めた人物。今回虎太郎さんがこのロケのために開けてくれたスケジュールは3日。その期間にネズミを駆除し、番組の好感度を上げ、猫サイズの巨大ネズミを撮影し5万円をゲットする。一石三鳥。ということでバズーカネズミ捕獲作戦スタート。こんなやんちゃな人にどの辺がいいですね。結構パーキングとかってこうみんな立ち上がるんですよね。はい、グリップを利かすためにこっちじゃなくて、あっちのところトイレみたいな匂いするところで、そこはもう、まあ、全体的に汚いからなのかネズミいるんですよね。あ、そうなんですか。虎、はい、太郎さん曰く、悪臭を放つところにはネズミが集まりやすいとのこと。そうですか。ということで虎太郎さんおすすめのネズミスポット、歌舞伎町2丁目付近の駐車場へ。何捕まえてるんですか。ネズミです。ネズミです。よろしくお願いします。本当に邪魔なんで。なんかどこが多いですか。ここやっぱここですよね。ここですね、トイレ。多分あのトンネル入った瞬間に両サイドパンパンいったら絶対入る。ああ、こいつも車止めるところ。そこも半端ないですからね。あ、そうなんですか。ネズミハンターの。はい、そうです。ありがとうございます。YouTube ですか。いや、あのなんか撮影のやつで。アベマ TV の。アベマのバズーカっていう。はい。ありがとうございます。幸先よく番組の存在をアピールすることに成功。すみます。見てくれるかな、先の人。ここなんですけど、はい、まあまあ見ての通りこんな場所なんですけど、だいぶ荒れてる感じですね。そうですね。ゴミとかがすごい。ただまあいつもとちょっと違うのがこの車がまあ少ないっていう。あ、車多いとやっぱ車多いとこう影になるんで、はい、みんなその後ろでこうおしっことかやっぱもっとおしっこする頻度が多くなるし、あ、まあネズミとしてもまあこの隠れ場所なので。